公園の池がスケートリンクみたいになってる。おはようございます、市上です。今朝もとても冷え込んでいるので、池の水が凍ってます。ただすごい昨日に続いて天気がいいので、この、寒い凍ってる様子とかの光の反射とかを写真撮れたらいいなと思っております。で、今は、コンタックスの ST にマクロプラナー 60mm つけたものと、あとは前々回の動画で紹介したこちらですね、ジャンク品で買ったキヤノンの AF35ML コンパクトフィルムカメラ、この、2台を持ってきてます。で、このジャンク品の方がですね、通電がうまくできてなかったという話を前の動画でしてたんですけど、ちゃんと通電できて撮れるようになりました。どのように対応したかっていうのは、前の動画のコメント欄でアドバイスしてくれた方がいて、でその通りにしたら動いたっていう感じでした。でその内容についてはまた動画の中ほどか終盤とかでお伝えしたいと思います。まずは朝スナップ行いたいと思います。では行ってきます。上を歩いた方が安全。この反射してキラキラしてる感じ撮れるかな。動物の足跡があります。タヌキかな、猫かな。せっかくなので、街中の写真も撮ろうと思って、今は、金沢21世紀美術館に来ました。この周辺も歩いて、写真を撮りたいと思います。カメラの方はですね、コンタックス ST の方の、フィルムを朝撮り切ったので、残りはこちらですね、キヤノンの AF35ML こちらで残りの、写真を撮っていきたいと思います。では行ってきます。ム残りあと、残り枚数少ないですけども、残りはこの金沢城公園、玉泉院丸庭園の中で取り切ろうかなと思っております。では行ってまいります。2本目も取り切ったので、現像を出していきたいと思います。Vlog をご覧いただきありがとうございました。写真の感想などありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。簡単に紹介した写真を振り返りたいと思いますけども、まず朝に公園で撮った写真、マクロプラナーで撮った雪の写真、朝日が雪に反射してキラキラしている様子をしっかり捉えられて満足しています。マクロプラナー 60mm f2.8 のあのレンズはやっぱり好きですね。使うたびにどんどん愛着が湧いていってるような気がします。そして、もう一つのキヤノンの AF35ML で撮った写真もなかなか良かったですよね。すごいシャープって感じではないですけども、色にもよくしっかり写っていたと感じています。中でも気に入っているのが、21世紀美術館の中で撮った写真、こちらですね。よくスナップ写真でガラスを利用して多重露光っぽく見せるっていう手法があるかと思うんですけども、この写真の場合は手前のガラスとあと奥のガラスの方にも私が写り込んでいて、三重の露光になっていて、ちょっと面白い写真が撮れたかなと思ってます。で、最後の方の玉泉院丸庭園で撮った写真なんかは、天気も良かったっていうのもあって、このカメラオートキーなので絞りがどのくらいかはわからないですけども、結構絞ってあったんでしょうね。しっかり風景を捉えられていたなと感じています。そしてこのカメラ、冒頭の方で言いました、ちゃんと通電できるようになったんですね。何をしたら通電できるようになったかっていうのを紹介したいと思います。こちらジャンク品550円で買ったカメラで、電池の通電がうまくいってなくて、ただここ電池の裏蓋をですねググッと押し込めば、しっかり、シャッター切れたっていう感じでした。で、何をしたかというとですね、よいしょ、ここにこれです、銀紙を入れました。このアイデアはコメント欄で教えていただいたんですけども、こんな感じの、小さく銀紙を入れて、中に入れました。そうすることによって、多分ここの膨らんでいる部分の接点がちょっと削れてたので、その分をこの銀紙が補ってくれたのかなと思います。という感じで、古いフィルムカメラなどで、電池が通電しなくなったという方は、この裏蓋をですねチェックしていただいて、もしこんな風にちょっと欠けてたりするようでしたら、銀紙挟むのを試してみるといいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。昨日アップしたバケペンで撮った風景写真を紹介する動画なんですけども、ちゃんと改造した写真が撮れなくて、絞りすぎたかなとかいろいろ言ってたんですけども、その後いろんな方からコメント欄でアドバイスいただきました。結構参考になるコメントが多かったので、皆さんもぜひコメント欄見てみてください。コメントやアドバイスいただいた皆さん、本当にありがとうございました。また引き続きいろいろ教えてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ではでは。